はい、今回の動画はですね、Nゲージ不動産開発物語第4章、並行在来線の敷設です。はい、ここ最近ちょっと Nゲージ不動産開発物語ね、まあ、間隔空いちゃったんですけど、まあ、四国行ってたりとかね、まあ、ここ最近ちょっと新商品の発売が多かったりはしてね、まあ、そういういろいろな事情があってね、ちょっと間隔空いちゃったんですけども、まあ、今回やっていきたいと思います。はい、まあ、大体2週間に1本上げれるようにね、まあ、このシリーズはやっていきたいと思います。で、今回何をするかっていうとですね、まあ、この辺りにね、まあ、線路を作っていこうかなと思っています。はい。まあ、この辺りにですね、まあ、並行在来線の線路をね、まあ、敷設していこうかなと思います。はい、この辺りにね、まあ、設置していこうかなと思います。というわけでですね、まあ、まずこの辺りね、まあ、整備というか、まあ、伏線の線路をね、まあ、引きたいなと思います。まずね、初めに言っておくんですけど、まあ、作る際はですね、自己責任でお願いいたします。まあ、毎回言ってるんですけど、まあ、そんな感じでございます。まあ、一応子供向けではなさそうな内容なんで、まあ、しつこくは言わないでおきます。というわけでですね、まあ、まず、ここにね、伏線の線路を設置していこうかなと思います。はい、まず初めにですね、やることはですね、この伏線の線路をですね、まあ、ここに貼り付けていくんですけども、この248ミリのね、まあ、加藤の線路だとですね、まあ、3本だとちょっとはみ出てしまうんですね。なんで、ちょうどいい長さになるようにですね、いろいろ124とかね、62ミリを使ってですね、調整していきたいと思います。というわけでね、まず長さを調整していきたいと思います。はい、というわけでね、次はですね、124ミリの線路と62ミリの線路とか使ってですね、長さを調整していきたいと思います。それではね、どのぐらいの長さがいいかね、ちょっといろいろレールの組み合わせ変えてね、調整していきたいと思います。まぁ、ちょっと短いっすね、これだと。いやー、微妙な長さですね、これは。なんとも言えない。なんとも言えない長さでございます。はい、というわけですね。まあ、左詰めでですね。まあ、レールを敷き詰めたんですけども、まあ、右がね、ちょっと足りない感じになっちゃいましたね。まあ、でもレールの長さがね、まあ、なんかちょうどいいのはなかったんで、まあ、ちょっと足りなくなるか、かといって62ミリ足すと、62ミリじゃねえ、62ミリだっていうか、62ミリ足すとね、まあ、ちょっとオーバーしてしまうんでですね。まあ、ちょっと足りないんですけど、まあ、この状態で設置していこうかなと思います。まあ、他のレールとね、まあ、連結するときはですね、まあ、こういう感じで多分固定されてるレールにくっつける感じになると思います。というわけで、まあ、ちょっと右足りない状態でですね、まあ、レールを設置していきます。まあ、かといってね、レール切るわけにもいかないんで、まあ、このままやってしまうのがいいのかなと思うんで、ね、ちょっと右足りない状態でね、線路を設置していきたいと思います。それではね、裏にボンドを貼ってね、取り付けていきたいと思います。それではね、レールの裏にですね、ボンドをつけてですね、レールを固定していきたいと思います。はい。まあ、こういう感じで設置する人いるんでしょうかね。まあ、あんまり正しいやり方とは思えないんですけど、まあ、こういう感じで裏に。ボンドを塗って設置していきます。まあなんか、プロの方だとね、まあこういう加藤の伏線レールとかわざわざ買わないらしいんですけどね。フレキシブルレールからバラスト敷き詰めるとこまでやるらしいんですけどね。まあそこまで俺はプロじゃないんで、まあ加藤のレールを敷き貼ることにします。まあでもレイアウトやる人って、なんかトミックスのレール使う人の方が多いらしいですけどね。まあでも加藤の方が通電不良とか少ないんで、まあ個人的に加藤派なんで加藤のレールでやります。はい、というわけでですね。まあ、こんな感じでレールを設置いたしました。まあ、悪くないっすね。はい。次はですね、この余白の部分にですね、この人工芝生をですね、セリアで買ったやつをね、敷き詰めていきたいと思います。次はですね、このセリアで買った人工芝生をですね、この木が剥き出しな部分にですね、貼っていきたいと思います。それではですね、こいつをカットして貼り付けていきたいと思います。はい、というわけでですね、まあ、セリアで買った人工芝生をですね、まあ、同じ太さにですね、まあ、3本カットしてきました。で、この3本をですね、まあ、ここに敷き詰めていきたいと思います。それではね、貼り付けていきます。はい、というわけでですね、まあ、こんな感じでね、線路脇にですね、芝生を敷き詰めました。まあ悪くないですね。まあ、雑草が線路脇に生えてるって感じですね。で、次はですね、加藤のですね、伏線架線柱をですね、まあ線路に取り付けていきたいと思います。というわけでですね、次は伏線架線柱をね、この土台に取り付けていきたいと思います。それではね、こいつをニッパーでカットしていきたいと思います。はい、というわけでですね、次はですね、架線柱を設置するためにですね、2ミリのドリルでですね、穴を開けていきたいと思います。というわけでね、まあ、この辺りに穴を開けていきます。だから、そしたら多分はまると思うんで、
2mm より 3mm の方が良さそうっすね。 2mm だとちょっと細かったんで 3mm にします。あ、 3mm でちょうどいい感じっすね。そしたらですね、反対側も 3mm で開けていきたいと思います。はい、というわけでですね、反対側もね、穴を開けたんでですね、まあこんな感じで架線を設置することができました。まあこの状態だとね、すぐね、多分倒れたり抜けたりしちゃうと思うんで、根元をですね、次はボンドで固定していきたいと思います。はい、それではね、根元をボンドで固定していきます。はい、次はですね、2つ目の架線柱を設置していきたいと思います。でね、架線柱ってどのくらいの間隔で取り付けられてんのかなと思ってですね、まあ、調べてみたらですね、まあ、大体直線区間ではですね、30メートルか40メートル間隔で、架線柱がついてるそうです。で、曲線ではね、2、30メートル間隔だそうです。というわけでね、まあ、この線路どう見ても直線なんで、まあ、3、40メートル間隔でね、まあ、設置していこうかなと思います。で、ここにね、わざわざ電車を置きました。なんでかっていうとですね、まあ、電車2両イコール40メートルなんですね。だからまあ電車2両置きぐらいにね、まあ、架線柱設置していけばいいのかなって感じですね。まあ特にね、なんか1メートルずれたからやばいってこともないんで、まあ適当な間隔で、まあ30メートルか40メートル以内の間隔で、まあ設置していけばいいのかなって感じですね。というわけで早速ですね、まあ工事をしていきたいと思います。というわけでね、まあ3ミリの穴をね、まあ開けていきたいと思います。はい、だいたい今40メートルってことなんで、まあこの辺りでいいですかね。はい、まあこの辺りだいたい36、7メートルかな、多分。まあ、電車の2両行ってないぐらいなんで、まあ、大体36、7メートルの位置にね、取り付けていきたいと思います。というわけで、この辺に穴を開けてですね、2つ目の架線柱を取り付けていきます。はい、というわけでですね、まあ、こんな感じでですね、2つ目の架線柱も取り付けました。で、次はですね、まあ、同じような感じでですね、3つ目も取り付けていきたいと思います。続いて3つ目はですね、まあ、この辺りに設置していこうかなと思います。まあ、この道路をね、どう交差させるかっていうのがまだちょっと決まってないんでですね。まあ、この辺りはま、架線柱設置しないように3つ目は設置する予定です。まあ、この道路ね、ここ踏切にするのか立体交差。まあ、立体交差ってちょっと無理があるなと思ったので、ここ踏切にするかどうするかね、この道路を曲げるかっていうのを今ちょっと考え中です。まあ、万が一で踏切通せるようにですね、まあ、一応ここに架線柱は立てない予定でおります。というわけでね、3つ目もここに、架線柱を立てます。はい、というわけでですね、3つ目の架線柱が取り付け終わりました。続いて4つ目の架線柱も取り付けていこうかなと思います。ただ4つ目の架線柱は微妙な距離なんですけどね。まあ、35メートルぐらいかな。はい。で、4つ目取り付けるときにね、まあ、万が一軌道内にね、間違えて架線柱を取り付けないようにですね、一応レールをここに装着した状態で、次の架線柱を取り付けていきます。まあ、だいたい36、7メーターですね、ギリギリの場所に、まあ、取り付けていこうかなと思います。まあ、この辺りにね、次は取り付けていきます。はい、というわけでですね、4つ目の架線柱の設置が終わりました。まあ、これでですね、だいたい等間隔にですね、まあ、架線柱が設置できました。次はですね、まあ、この設置した線路をですね、まあ、ちゃんと列車が走れるかね、試運転を行いたいと思います。それではですね、試運転を行いたいと思います。はい、一応ですね、問題なく走りましたね。まあ、このレイアウトね、演習レイアウト組んでるわけじゃないんで、あくまでも試運転用のレイアウトなんでね、走れるかどうかテストするためなんで、演習で組んでないんで、再びバックします。で、ちなみにですね、この313系の N ゲージはですね、まあ、最近買ったやつですね。はい、まあ、まだね、開封動画出してないんですけども、まあ、このレイアウトは完成次第ね、まあ、走行動画撮ろうかなと思ってます。というわけで、再びバックしてね、戻っていきたいと思います。次はですね、反対側の線路も試運転を行います。反対側の線路もですね、問題なく走行できておりますね。それではもう一回交代いたします。
はい、というわけですね。まあ、上下線ともね、問題なく走行できたんでね。まあ、一応これでね、平行在来線の線路は完成です。なんかやっぱタイトル変えようかなって今思いましたね。なんか平行在来線っていうのも変だしな。まあ、郊外電車の線路敷設に、タイトルを変えます。タイトルなんです。言ってるタイトルと書いてるタイトル違うじゃねえかっていう方ですね。ここでタイトル変えたんで、ご了承ください。というわけでね、まあ、以上、Nゲージ不動産開発物語第4章、郊外電車の線路敷設でした。ご視聴ありがとうございました。なんで郊外電車に変えたかっていうとですね、まあ、伊予鉄っていう、まあ、愛媛県に走ってる鉄道会社なんですけど、まあ、路面電車がしない電車って言って、で、こういうなんか普通の電車型のやつをね、郊外電車って呼んでて、それっぽくするために、まあ、郊外電車、しない電車っていう分け方にします。というわけでね、まあ、今回タイトル、郊外電車に最後に変えるということになりました。はい。まあ、富山地鉄も郊外電車、しない電車って分け方してますよね。というわけで、以上ね、Nゲージ不動産開発物語第4章。郊外電車の線路敷設でした。ご視聴ありがとうございました。ご乗車ありがとうございます。この列車は上り普通電車の熱海駅です。西は関西に終電の熱海駅となります。列車は5分の編成です。お手洗いの設備は長ほど前から利用で、後ろからは